どうも、パズドラ究極コラクティビをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。はい、理事長にリクエスト第2回です。今回も、アップバンクストア新宿で、のお客様から生の声で、リクエストをいただこうかなと思います。こんにちは。こんにちは。お名前は？あ、チョムムで。チョムムさん。はい。チョムムさん。はい。理事長に何かリクエストしてあげてください。お願いします。じゃあ、今の降臨って、フェラウルズ。フェラウルズ。を、イシス。イシス。リーダーイシスね。イシスかー。そっかー。はい、そっかー。究極でも。はい。ガチャゲンありで。ガチャゲンありで。ガチャゲンありで。なんでもありで。なんでもありで。なんでもありありで。あ、はい。なんでもいい。なんでも、はい。なんでもいいから、とりあえず、イシスパーティーで、はい、ヘラウルズ。フレンドもなんでもあり。はい。あ、フレンド、イシス。え、フレンドヤミラとかじゃダメですか。あ、じゃあそれで。ダメかな。あ、いいです、いいです。はい、イシスにこだわるんですよ。イシスで、はい、やります。あ、お願いします。はい、それでは、理事長やってくれるみたいな、続きは動画にてっていうか、この後やります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。チョムムさん、ありがとうございました。はい、ということで、イシスパーティーで、ヘラウルズ降臨に挑戦するということで。まずパーティーを。最近全然イシスとか使ってないでしょ、理事長。イシス使ってないですね。覚醒もしてないですもん。でも、回復99つけてるのかな。あ、そうですね。一応、回復のプラスがちょっと余ってるんで。うん、スキルいいよね。このダンジョンに割り立ってんのかな。なんか、あるからあるか。うん、最初、マインクとか。弱点をつけるか。あ、ちょっと最初まず決めたいのが、地獄超地獄。どっちでしたっけ。ヘラウルズって確かおっしゃってたんですけど、難易度までは確か言われていない。あー、どうしよう。地獄で。やっぱ地獄でいいんですか。いや、超地獄、超むずいじゃん。あー、ヘラウルズで、なんか、ね、なんかわざわざ僕ヘラウルズは超地獄行く必要もないのかなー、うん、とか思ったりするそうですね。動画のスキル上げしてたら、いやでも一応地獄でも確定ドロップだよ。うん、だから、うん、で地獄で大場のスキル上げしてたら、ね、勝手に終わってるから、ね、とりあえず体力編成でいいんじゃないか。で、イフリートのとこだけでどうするかだけ。ああ、かっこいいけど、ところでそう低ダメージ多分体力編成見らないんじゃないかな。確かいらないですかね。とりあえず地獄なら、超地獄なら欲しいけど。ああ、じゃあ見えなかったですね。おいや、神と体力じゃない。おっ、どういうこと。体力エンハンスより神エンハンスの方がちょっと威力が低い。すいません、普通にやります。いや、地獄で紙絵は使うの。いらないか。いや、そういうつもりで言ったんじゃないんで、エンハンスもろもろ必要なのかなみたいな話で、結構なんか、パズルで別に殴り合って勝つ感じで。あ、UFO かさ。で、5色入れるんだよね。あれでも、まあ、あれならキングアワリ入れればいいんじゃないかなと思うんだけど、普通に殴り合って勝つ感じで行きますか。前回あれだから無限カードやられてるからさ。今回はね、クリアしたいね。そうしても大丈夫か。でガツガツ紙入れてくる。もしかして、あ、そうか、多分何でもいいみたいな。うん、多分何でもいい。欲しいみたいな。どうも飲んで火が足んない。水の火ジークリーとかな。そこがあー、ジークリー。これなんであれ入れてんの。ネプチューン。あ、ネプチューンじゃないか。水の本来ならここに不安な方はエンハンス入れればいいんじゃないかなみたいな感じですね。じゃあ何入れよう。何が効果的かな。
なんかあれじゃない？闇の労働とか欲しくない？って言って、なんかあそこはあのなんかやりやすいフォーミュラーあーちょっと厄介だから攻撃耐性闇とか使ってどうかな。はい、じゃあこれではい行きます。ということでここで一旦、ダンジョン選択フレンド選択するんで、うん、カットします。はい、はい、ということで、はい、イシスイシスで挑戦しようかなと思います。はい、はい、じゃあ参ります。もちろん濃厚するよね今回は。できたらしたいですね。うん、だから結構軽いね。はい、じゃあここでちょっと待ってください、一旦、はい、ちょっとだけ音がずれちゃってるんで一旦ここで。はい、ということで正解、はい、じゃあ適当にスキルダメでもしていきます。あ、なんか普通にコンボくん入った多分、こっちか、うん、うん、あ、モンスターバインドだった。あ、はいはいはい、あ、こっちでつけようかわかんない。ない。はい、ありませんでした。普通に、ないです。なかったですね。でも誰のスキルためんのこれ。あ、ためなくていいと思う。うん、そっか。あ、ちょっと待って。ずれてた。中途半端かな、これ。まあ、すごっ。おお、なるほどな。結構効くね。うん、でもその超地獄だったらフォーミュラが地味に辛いよね。辛いですな。おお、いいコンボ。地獄でも結構めんどくさい。うん、ボスフォーミュラレベルで強い。地獄はどんなパーティーで回してます？僕サタンだったな、あの時は。サタンか、うん、まあここは普通に UFO 使って OK。 なんか訪れがない、怖い。うん、ゴムが1000ぐらい一応。まあなんか理事長今ノータイムであのイフリットにいたんですけど、はい、一応あの豊穣の守りが一旦目に来るんでドロップの状態が良くないなと思った人は一旦ね、豊穣の周りも、あね、超地獄だったら先制でしてくるんだけど地獄だったら一旦余裕がある。あ、そうなんだ。うん、すいません、にわかでした。いやいやいや、おう、落ちちゃいました。これで5色決めて終わりかな。しかも庭木だしね。うん、ジーク使えば5色決められるかな。これ難しいぞ。捜査委員長1個か。難しいぞ。結構闇と火が離れてる。うん、まあ、普通に水分割の方がよっぽど効くんじゃない。 12.25 で都市で作ってこんな感じか。なるほど。ちょっとじゃあ頑張ってみます。はい、お、いけました。おお、うまい、綺麗。これめっちゃ乗る乗る。いったんちゃう、これいったんちゃう。ほら、よしよし、こっちだ。
いや。あります。反応薄。反応薄。地獄だから。あ、まあ地獄だから。理事長的ではなかった。そうですね。はい、ということで、無事、イシスタイパーティーで、リクエストをお答えできました。はい、第2回でしたけど、第1回と比べてどうでしたか？ちょっとリクエスト難易度的にはまだなかった。そうですね、超地獄じゃない分、うんうん、まあいけるかなみたいな、うん、超地獄だったらちょっと辛いですね。辛いよね、先生とか。まあでもクイックヒールあるから。でも石数そんな火力出ないですからね、あんま。なんかもうちょっとサブの選定変える必要がありそうですよね、超地獄だったら。はい、みたいな感じです。はい、最後にチャンネル登録よろしくお願いします。 PC の方ですね、スマホの方、動画概要欄のリンクの方から、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということで、理事長にリクエスト第2回でした。イシスパーティーで無事ヘラウィズ地獄級のコンできます。ちょっと今回編成難易度ちょっと高めだったかもしれないですけど、割とそのなんですかね、楽趣味とかじゃなくてもね、フルングニルとかでも全然いいと思うんで、うん、木枠はフルングニルでやればよかった、うん、ドロップ強化できてね、はい、結構強いと思うんで、ぜひぜひ割と簡単にノコンできるんじゃないですかね、はい、手持ちがいれば。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマホの方は動画概要欄のリンクからチャンネル登録をよろしくお願いします。バイバイ。